お父ちゃんは僕が18の時死んだ。病院に入って3日目の朝だった。下町の薬剤師で風邪薬なんかを売った一生も。お父ちゃんとあの頃口を聞かなくなってた。でもいつの日か笑い合えると思ってた。そやのに52で死んでしもたお父ちゃん。お前が誰かと聞かれたら歌うたいやと言う前に、お父ちゃんの小屋と答えたら。喧嘩ができなかったお父ちゃん。絵や写真や文がうまかったお父ちゃん。ハーモニカを逆さまに吹いていたお父ちゃん。お前が誰かと聞かれたら歌うたいやと言う前に、お父ちゃんの小屋と答えた。いいことばかりはないもんさ。それでも記憶は輝きを増してゆく。嘘でも憎しみでも、それが愛ならなおさらのこと。お前が誰かと聞かれたら歌うたいやと言う前に、お父ちゃんの声と答えた。お前が誰かと聞かれたら歌うたいやと言う前に、お父ちゃんの声と。モーリー、また矢口まやみ、おもろいな。ドクターの右、ありがとうございます。